そうです。今日は昨日試合だったんで、まあリカバリーの選手とトレーニングの選手がいて、今日はいつもとは違く、まあちょっと軽い練習、パソコンだったりシュートだったりロンドン、それぐらいで終わったんですけど、まあ結構疲労は溜まってますね。そうですね、振り返るとやっぱり1ヶ月は長い感じがしたんですけど、やっぱり、まあ、練習とかしてると、まあ、1日1日早いなって思ってて、まあ、もっと自分の成長のためにはもっとトレーニングを積み重ねて、一つでも多くのことを学んで青森に帰りたいです。今シーズンの目標は昨シーズン3ゴールだったので、そのゴールを上回れるように頑張ります。じゃあたくさんのゴールを期待します。はい、ありがとうございます。じゃあ残りのキャンプも頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。